いどうもピョッキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコース、トロールデモバージョン35ということで、トロールコースの試運転ということでしょうか。ただ僕は説明文を見て気になりました。エンジョイボーイって書いてるんですよ。女の子もするんじゃないのかこのコース、制作者さんよ。ということで僕は最初から制作者さんの考えを上回っていきたいと思います。ボーイではなくてガールだったらこのコース簡単にクリアできるんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.06%。 いやー怖いな。どんなコースなんだろうね。ちょっとドキドキとワクワクもある感じ。じゃあここはハテナを叩いて開幕タイム。それちょっと本性が出てしまいました。じゃあドアに入っていきましょう。もういいよね。すごい喋りにくい。じゃあここは鉄球を右に移動しなくちゃいけなかったのね。今日罠のテンポめっちゃ速くない？なんで言葉詰まってしまったのごめんね。罠が速すぎて何が起きたか分からなくなっちゃうんだよね。鉄球壊されましたけど。すいません、今日早くないですか出番が。まだ心の準備僕できてなかったよ。そしてリズム感いいな。ダバダダバダダバダって、そんなことはいいから、そこをどかかばれ。もう今の場面で僕の灯火に火がつきました。何の灯火かというと、悲しみの灯火。大丈夫ですかねピオキングさん。そんな悲しみの灯火とかいうクソつまんねえワードして今日は収録しない方がいいんじゃないんですかね。じゃあここは一旦キノコを取って、一番右に足場がないのは見えます。そのまんまこの動画に入っていく。いやこれは当たるの必須だよ。大丈夫毒沼。今日本当に罠のテンポが速すぎる。それじゃあ僕も対抗して喋りだけはスピードラン級でいきたいと思います。それで罠を回避しようという試みですね。それじゃあスタート。けんこのスピードに周りについてこれるかな。落ち着け、相手の柵にはまろうとするな。沼ってしまうぞ。一度この下の毒沼に沼ってしまったんですけどね。今日つまんねーだ。いや本当罠多すぎる。やっぱこのコース。ただこんなに罠が多いと配信者冥利につきますね。という黒い部分をさらけ出していく。それじゃあここは右にダッシュしていったら絶対なんか来るでしょう。いや左か。ただねこのコースは最速が40何秒だったんだよね。なんでそんなに長くないと思う。これで長編トロールであったらめっちゃ鬼畜だよ。さあ次はヒントって書いてますね。土管に戻れっていう感じが。ちょっと惜しくなかった。右上に土管が見えた時点で絶対惜しいと思った。あのさ男性の方だったらわかるかな、眠ってっていうのがさかっこいいって思う時期なかった。いや僕マジであったんだよね。同学年の女の子から話しかけられても眠ってーきよ。それがかっこいいみたいな。何なんですかこれ、今眠たい話してるよね。マリオ永久に眠らさないで。だからね女性の皆さん、男性が眠てーって言ったらかっこいいって言ってあげたらちょっと喜ぶかもしれない。ちなみに僕は眠ってって言って一度もかっこいいと言われたことはありませんでした。まあ当然ですね。じゃあここどうやって行けばよかったんだろう。下に降りたらいけないんでしょ。あーここでジャンプすればよかったんだね。さあ上に行けばいいのか。下上は行けそうにないね。じゃあ僕は左を進化するよ。それで回避できるんじゃないの。うますぎる。それじゃあ進んでいきますか。ここはチックポイント取れるかな。一旦このアテナ叩いてみる。かい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 。さあコインコインタイムも終わりました。今日50コイン使用してもいいんじゃない。頼む50コイン期待させるような矢印をつけんな。ただ今ね見えたんだよね、上にバネが来たということを。なんで低空飛行で行けば大丈夫だということですね。さあ進んでいきましょう。無事にチェックポイント1取れました。ここの矢印は信用していい、絶対に。そしてこのまま左に行く。下に赤い土管があったのは見えなかったね。何もしないで行くよ。絶対に変わるなよ。まあまあと言ってもチェックポイントだからね。さっきのギャンは演技みたいなもんだよ。さっきとなんか違うんですけど、罠も変わってるっていう感じ。そこだ。一旦左に行こう、そしてすぐ右に行けと。そしてここで王を変えた瞬間、なんでこんなことになるんですかね。誰がやってくれるんですか。火はここまで当たらないよ。ねえ誰か誰か僕を
遠いなそれいやさっきと全然違うやんこのコース。もう違うコースだね。じゃあオンオフすると見せかけてすぐ左に行く。そしてさっきここオンオフ変わったよね。なんで上から行くのが正解。そういうことでしょ。ならば次はオンオフが変わらないってか。本当にか。絶対に変わらないんだろうな。ゆっくり行ってみるよ僕は。もうこの場面読めてません。上から行けばいいんでしょうか。そして花を避けて、ここから出ていくことだよね。あ、下から行けってこと。なるほど、そういうことね。そしてここは下に落ちるから何もしない。なぜこの枝豆が下に行けと。そういうことですね。ここすり抜けるのは分かんないよね。なるほど、ここでバネが出てきてくれて、この下に行けと。たまにはバネ役に立つね。今日はバネ味方してくれるっていう感じですかね。この50個に信用していいのか、本当にいいのか頼む。もう二度と50コインは信用しないと決めました。何もいいことがない。どうせここカッチブロックあるんでしょ。やべえ。そういや最近忙しくてさ、動画があんまり出せてなかったんだけど、やっと忙しさから解放されたね。なんでいつも通りの動画投稿に戻りそうです。それじゃあここは右にジャンプして土管に入れと。あの土管越えたらさ、チェックポイントにありそうじゃない。じゃあここは砲台をかわしてボム兵が出てくる。さあくらえ遠隔エスキュー魔法バレー魔法炎症失敗したみたいだね。いやまさかバネに邪魔されるとはね。じゃあここの土管を越えたらチェックポイント2が絶対にあると思います。ここチェックポイント1。あ、この土管に入っていけばいいのか。いやチェックポイント2ありました。そしてここ下なんかあるね。なんかここ足はないよ。僕見えるんですよ。この下は？いや絶対合ってる。え、てかこれゴールなんじゃない？やったいや今日短かったね。どうもありがとうございました。これなんか面白そうじゃない？スーパーファイヤースピナーって書いてるんだけど、めっちゃかっこいいよねタイトル名で。説明文にさ、フルスピンジャンプって書いてるから、ダッシュとスピンジャンプを繰り返していくだけでゴールができるようなコースだと思うんですよね。まあクリア率もねそんなに低くないし、ちゃちゃっとクリアできると思います。それじゃあ早速やっていきますか。いやどんなんなんだろうね。スーパーファイヤースピナーだから、ファイヤーフラワーを取ってどんどん進んでいくみたいな。でスピンしたらさ、ファイヤーフラワーってファイヤーが出るじゃん。でそれを駆使しながら進んでいくみたいな。なんかそういうわけでもなさそうだねこれ下でいいの？いや一歩一歩。いや待って、先が見えない。全然見えない。うわマジでギリギリ設計で作られてるね。じゃあ土管に入ります。そしてこのまま右ダッシュ。土管じゃないドアだったね。うわ待って、スターは待って、タイミングが分かんないってよっしゃいやめっちゃ気持ちいいね。え、このままゴールできるみたいな。00秒、間に合う？はい、それじゃあ次のコースはこのコース。ネタ新種の花ちゃん JK レベルニュービグラーということで、これねツイッターで送ってきてもらったんだけど、どうやらですね新種の花ちゃんが見れるらしいんですよ。でサムネを見る限り緑色の花ちゃんっていうことなんかな。まあたまにはですねこういうネタコースもいいかなと思いまして。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 85.92%。 まあここまでクリア率が高かったらやられるっていうことはないと思うんですよ。いや楽しみだね。どんな感じのコースなんだろう。ニュービウィグラーで合ってんのかな、この読み方って。多分花ちゃんのことでしょう、ウィグラーって。さあ緑色の花ちゃんはどうやって出すんだろうね。グリーンウィグラーって書いてんの？あ、やっぱそうだよね。うわどんなコース。いやすげえ気になる。じらすなこのドクドクこういうことなるほどね。ビビビじゃねえんだよ3本はなちゃんに見立ててるってことね。It's is amazing って書いてるのかな多分。いやでもね発想は素晴らしいね。いや本当面白い。よく思いついたなって思います。いやツイッターで送ってきてくれた方どうもありがとうございます。いやまだ続きあんのかな、どうなんだろうね。アメージングハテナって書いてる。いやでもね本当すごいと思う。こんなの僕はね到底思いつくことすらできないもん。で右はもういいでしょ。もうあなたは無視しますよ。僕もう突っ込みたいと思いません。さあここでグレイとオンオフをしていいのかな。オン押したらブー。押したらダメだったんかな。
こっち行ったらクリアできないみたいな。いやでも 85% でそれはないと思う。レミー You are Vanishing? レミーを倒すなってこと？バニシンってどういう意味だろうね。あ、でもクリアできた。ちょっともう一個の方行ってみようか。俺サムネにしたいんだけど怒られないかな、サムネ詐欺やみたいな。いやまあギリ大丈夫だよね。緑色の花ちゃんを見つけましたっていうタイトルにしよう。じゃあここはオンオフしないで進んでってみる。そしたら別の花ちゃんがもしかしたら見れるかもしれない。さあどうなる。これ何を意識してんだろうね。え、白？いやわかんない。何かを意識して作ってるとは思うんだよね。いや最後の何だったんだろう。まあまあでも考えつきそうで思いつかない。素晴らしいアイデア、どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、エンドオブザビギニングということで、終わりの始まりということでしょうか。これねサムネがすごい面白そうなんで選んだんだけど、おそらく反射神経コースなんじゃないかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.89%、 多分だけど炎バーから早く逃げる、そういうコースだと思うんですよね。いや全然違う。あれ、さっきのサムネは、え、サムネ詐欺ですか？これジャンプ系のコースみたいな。まあまあまあ全然イメージの違ったけど、このコースやっていこうか。いや久しぶりやるねこういう系のコースって。僕ね普通のコースあんまやらないんですけど、まあトロールコースは普通じゃないよね、あんなバカスカやりに来るコースはさ。さあここで下に降りていきましょう。でここで降りて下のチョロップをタンタンタン。いやなかなか上手いんじゃない。いや結構ねこういう系のコース僕見るんですよ。まあちょっと誰かは言えないんだけど、まあ いた方がいいのかな、これ。やっぱ言わない方がいいよね。じゃあこれビンコインを回収して、やべえノーミスでいかないかもしれない。 0.89% のテクニックコースを一発でいけたらすごいと思いませんか。さあここで多分中間ポイントだね。で次は、うわむずそう、これ戻れっていう感じ。いやこっち違うよね。え、こっち合ってんのかな。なんかビンコイン取り逃してくれる、大丈夫、ちょっと噛みそうになったね。いやここさビンコイン取り逃してるんだけど、ここいや取れないよね。あのビンコイン取らないでいいのかな。ここで、あ取れた取れた、壁釣りで行けばいいのか。これビンコイン全部集めなきゃいけないのかな。まあ集めなきゃ多分ね 0.89% っていう激ムズにはならないと思うんですよね。なんで集めていきたいと思います。ここは、はい、でここはどこに行けばいいの、もう分かりました。ここは一旦カキボによるその勢いのまま左に行けと、そういうことですね。でここにカル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 、はいはい、よしよし。あ、カルピスが、さっきさマリメをやってる方の見てるって言ってたんだけど、ちょっとそれがわからないでさ気持ち悪くなる方ももしかしたらいるかもしれないんですよ。うわ誰だろうみたいな。なんでヒントだけ出していいから、名前は言えないから。犬ですね。もうこれ結構答えになってると思うんだけど、いやどうなんだろう。ここは左、はい、でここも右、頼むこのまま中間ポイントの場所まで行かせてくれ。ここまで結構難しかったよ。ここで取れるようになってんだ。あんな難しい生き方しなくても大丈夫だったんだね。さあビンコイン全てを手に入れたわけですけれども、ビンコイン手に入れなくてもよかったね。じゃあ一旦入ってってみようか。めちゃめちゃ苦労して手に入れたビンコインがこれですかね。まあまあ無事ゴールできたということで、どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。